はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ、前回 G ユニットの1話をクリアして、まあ、2話目ができるようになってるんですけど、全4話のうち2話ってなんか結構きつそうなんで、今回はアストレイをやっていきたいと思います。アストレイやったらまたちょっと話を進めていきましょうかね。まあちょっとウィングやっていくかシードやっていくか結構ちょこちょこは進めてるんであれですけど、とりあえず一回アストレイやります。で、X アストレイはアストレイやっぱクリアしてからの方がいいかな。なんか話のつながりがよくわかんないからね、ここら辺ちょっと全然見たことないんで、まあそれこそ別の G ジェネとかスタロボくらいの知識しかないんで、レッドとブルーバーヘしかいねえな。コズミックイラ70。血のバレンタインの悲劇をきっかけに地球連合軍とザフト軍は本格的な戦争状態に突入していた。互いの生存をかけて空と地球で戦い合う人類。それでもこんな戦いの時代でも人々は自分たちの生活を守りながら必死に生き抜こうとしていた。今の生活を精一杯生きる、それはジャンク屋だって一緒。ジャンク屋っていうのは空に飛散するデブリの回収や破壊されたメカの回収修理を仕事にしている人たちのこと。私山吹キサトはリーアムとプロフェッサー、そしてローと一緒に空でジャンク屋として働いてるんだ。そして今の戦争が始まってから1年近く経った頃、私たちのところに資源衛星ヘリオポリスが崩壊したってニュースが飛び込んできたの。早速ローが一番乗りだって言い出してヘリオポリスへ急行することになったんだけど。そう、その日俺は人生で最高の瞬間と最低の瞬間をいっぺんに味わうことになっちまったんだ。それはローや私たちがあの機体と初めて出会った日の出来事。アストレイの物語はここから始まった。とブルー。
ビームライフルで撃破。メビウス普通のやつでしょ。だったらそのまま突っ込んで、まあ、ビームライフル撃ってよくないっていう。このジャンク屋魂を見せてやるぜ。4000、よし次の反撃で倒せんの。楽勝だな。打ちかますぜ。させるか。普通に外したし、まあただ俺の勝ちは揺るがない。終わりだ。うん、それなりにたまるな。てか次もこいつこれで乗ってくるか分かんねえかんな。瞬時に片付ける。裏切りは許さない。ではブルーフレームがここで手に入れられるかどうかだな。また、数はそれなりで1回倒してこのくらいか。まあまた前期ブルーフレームで破壊するくらいでいこう。敵軍ユニット4体ちょうどいいな。でまた固まろう。こっちにで援護が受けられる位置に1体。エネルギーはやっぱり使うから、みんな集まろう。射程がな、多分そんなないんだよな。ビームライフル4 200超えてんな。190かでも250強。
170、やっぱゼニックスセルが150か、50違うとどれだけ違うんだ。まあいいや、メビウスセル、さすがに射程が長いな。バイエイトで減らそう。で、92、さすがに強い。うん、まあ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 、いい球なんじゃないでしょうか。あと反撃で減らすか、多分大丈夫でしょう。てか死ぬ射程が長いな、メビウスは。これメビウスだけでいけそうだな。あ、連携攻撃2体いけるか。そしたら結構手っ取り早いかもしれない。ここで連携で複数ロックで2人、いいじゃんいいじゃん。おお、たまるね。で、俺は死にそうだからヒットポイント回復の陣を取ろう。一気に回復に持っていこう。戦艦は出さなくていいや。よし、ヒット見た、回復したな。で、俺もこっち反撃でやっぱり減らせらんなきゃいけないから、射程の長いやつで組むか。あと3体か。これでまたガこいついなくなったら悲しいかな。作戦補佐は別につける必要ないんでストックしよう。ちょっとこっちに集中させたいな。狙ってこないかな。船に手出すな。レッドフレームはもう無理でしょう。上にも多分手出さないと間に合わないと思うから、ちょっと一回下げて一応回答で読みとくか。あれ、こいつどっち向いてんだ。これなんかわかんねえんだけど、向きがホームので、また回復形態を取らなければ死んでしまう。一応ちょっと狙われた時用のために出しておくか。ヘビーアームズもこっち狙われるようとして、でまずはこいつを倒すでしょ。
て、こいつも減ってるから倒すでしょ。一発こいつを殴っとかなきゃいけないんだよな。まあ、バイエートでいいか。で、1、2、3、極限まで行こう。で、上も何体か倒さなきゃいけないけど、こいつらはレッドでなんとかするか。廃棄されると面倒だからな。接近戦がない 77% 変わんねえな、どっちも。あんまりたまんない。どうなんだ、フォームがやられるから、ちょっと下がっとこう。で、こっち動いて、で一発ずつ殴れば問題はない。てか、あれだ、反撃でいいや。さて、ブルーこれで、あー、もう2体必要かな。ドーン、もう1体必要だな。誰か来て。戦艦で2ロックで減らせられるんじゃないか。回避、さあ、アペクトが強いな。ちょ待って待って待って普通に強かったまあいいや、カリスマ、魅力はいいや。こいつにはじゃあ減らしますか。で、殴って、これで大丈夫でしょう。まあ一応ブルーフレーム、まあフェニックスゼロよりはマシっていった感じかな。まあ一応登録しておけばってところか。でも、もう全然レッドはたまんないな。まあいいや。さあ、じゃあこれで終わり。一番最初の方になんかここら辺やってモビルスーツ登録しておいた方が良かったかもね。ウィング系とかめちゃくちゃ時間かかったし、空中適正1、とはいえな、変えるの、まあ、トルネードガンダムよりはっていう感じだよね多分。こんな上にいないと思う。ブルーフレーム185か、確かに弱えな
マグナ結果でも135、それ考えれば、まあ、バルバトスの遠距離があるっていうくらいか。バルバトスはもうさすがに1しかないからな、使い物にならない。トルネードよりは全然いいか、130だもんな。なんか作る価値があるかって言ったら金を投入しなきゃいけないからね。ちょっと最近金使っちゃってるからな。だったらトルネード。でも機体がなんかだいぶいっぱい余ってんな。売っ払えばいいか、まあ、トルネードにしとこう。とりあえず金は一回使わないでおきます。という感じで今回はここで終了したいと思います。次2話か、どうだろうな。ディスティニーはもう無理だしな。スターゲイザー1話だけやっとく。まあちょっとまた考えて、次回やっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。